ポイントとしては誰かも書いてくれてるけども、ムンムン逮捕マジかって書いてくれてますよね。そうなんです。これで、ね、野党が勝ったでしょ。でこの人ね、元検事総長なんですよ。で自分が選挙勝ったら今の大統領をね、豚箱にぶち込んでやるって言ってましたからね。いやーですから、まあ私たち日本人からしたら、まあどっちが勝ってもまあ変わんないんですけども、ムンムンからしたらこれはどっちが勝つかえらい違いなんですよ。もうムンムンからしたらもうあの彼の人生はもう終わったと言いますか。まあいつも言ってますけど、韓国の大統領でね、まともな死に方した人いませんからね。暗殺されるか自殺するか、まあ、牢屋に入るか、まあその界隈ですわ、はい、ですからまあ、ムンムンはね、まあでもなんかいろいろなね、もみ消しをしてましたから、ほじくられると結構やばいことたくさん出てきますからね、彼はあのいろいろと強権発動してなんとかね、在任中自分が訴追されないようにはやったわけなんですけども、ただね、元検事総長のね、彼が勝っちゃいましたから、いよいよ、まあやるでしょうね、まあ別に、毎回のことですから何も驚くことなくて、なんか風物詩というかね、選挙の時になると、あ今の大統領は次どうなっちゃうのかなというですね、というわけです。